おはようございます。朝5時半ですね。外はもう明るくなってきました。ちょっと今日は雲が出ているんですけれども、これぐらいちょっと雲が出ているときの方が日の出のときに綺麗かなと思います。今からこの左に見える丘ですね。ここに登って、朝の気候の訓練を。 天気が良さそうなのでしに行こうと思っています、えー、子供を起こさないようにこっそりと行ってきます家から徒歩2分のところがウォーキングトラックになっていてこれを登っていくとさっきのあの窓から見えた、えー、ドンキーパークっていうあのロバがいる公園のところにたどり着くようになっています ここが入り口ですねハイフィールドガーデンリザーブですね指圧治療とか、えー、神経治療をする上でやっぱりその気功の訓練っていうのがすごく大事になってくるのでそういった訓練をし始めて十数年になりますけれども日本にいた時は えー、近所の公園に行ってました東京にある小金井公園っていうところなんですけれどもすごく広いところで朝早くに行ってもほとんど人がいなくてすごく気持ちいいところでしたここの公園もこの時間だとねほとんど人とすれ違うことはないんですけれども日中になると、あのー、ご近所のおじいちゃんおばあちゃんとかえー 若者がこう走ってねあの山を登り降りしてるんですけれどもやっぱり朝この時間っていうのは人に会うこともないし空気もシャンとしていてとても気持ちいいと思います。禅を組むって言いますけれども座ってするのが座禅立ってするのが立禅。 またこうやって自然の中とか公園の中を歩いてするのが歩き膳っていうみたいですね。僕はなんかね座ってする座禅っていうのはすぐ眠くなっちゃうのでこの歩き膳とか立膳っていうのが体に合ってるようでこれはもう日本にいる時からずっと続いている習慣です。 この辺だったかな、えーとね、枯れた木にキクラゲがびっちりついてたことがあるんですけれどもそれからこう朝歩いてる時もねこの辺見ながらキクラゲないかなってこう探しながら歩いています。そんなこと考えていたら全然精神統一できていないんですけれどもね。 このあたりで、えー、視界が開けて海が再び見えてきますいやもうだいぶ日の出がもう出ちゃってますね本当にこの朝の日の出の色って綺麗ですよねなんとも言えない色をしています いつまでもこうしてると時間が経ってしまうので先を急ぎましょう結構こあの階段がある公園なんですけれども急いで行ったら上まで大体5分ぐらいで行けちゃうところなんですもうこの辺りが山頂付近ですね、えー、結局誰にもすれ違うことなくここまで来れました でももうね、6時近いので、もしかしたら、えー、人が来てる可能性はありますね。わ、雲の色が綺麗ですよね。このピンクがかった雲、もう僕、大好きなんですよ、この色が。いや、もうここに来,来れただけで、えー、幸せですね。そして誰もいない。いや、一番乗りですね。独り占めです、この景色。いやー、素晴らしい。 サンンゲージングって聞いたことありますか、えー、太陽の光を、えー、凝視するサンゲージングまあ本当に太陽凝視法っていうんですかねまあ、あのヨガでいう一つの訓練なんですけれども太陽光があの第三の目から入ってこの消化体をこう刺激するっていうことで。 人間の能力が覚醒するとされている訓練法なんですけれどもあの朝の10分間とか夕方の日の出の10分間っていうこの時の波長が一番いいらしいんです。というかそうでない時には眩しすぎて全然見れないんですよね、はい、それでは気候の一つの日間層っていう訓練を始めていこうと思います。 thank <laughs> you